はい、そしたらね、雑談しながらメイクしていこうと思います。やねんけど、あのね、11時半に家を出ないといけなくて、あとね、20分ぐらいしかないの。だからもうマックススピードでメイクしていくわ。なんかのんきにしとったらびっくりするぐらい時間過ぎるの早かってびっくりしてる。語彙力が欠如している。まあ、もともと語彙力なんてないねんけど、メイクめっちゃさーってやっていくわ。今日はニキビができました。もうやだー、ほんまにやだー。コンシーラーでニキビを隠せるかな。使う道具もテーブルに並べる。そしたらあれやろ、早いやろ、パパパパーってできるでしょ。オッケー、完了。コスメのに使ってるからね、この前の毎日メイクを見ていただけたらと思います。この前の毎日メイクでも言ったと思うんだけど、まあね、スポンジの使い方がね、いまいちよくわからないって言ってたら、こう塗った後にスポンジでポンポンするといいですよってコメントいただいたんやけど、それをねやりたいんやけど、今日はマジでもうスポンジでポンポンなんてしてる時間がないから、今日は指で塗っていきます。友達とね、街をちょろっとブラッとするだけやからね、もうそんなメイクにめっちゃこだわらなくてもいいのよ。だからね、こんな感じでもういいかな。このキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーみたいなやつ。マシュマロフィニッシュパウダーではなかったな、何やったかな、パールラベンダーで顔をねいい感じにしちゃいます。いい感じにってだいぶ抽象的。オッケー。もうこのね、急いでるメイクの中で足止めされるのが眉毛。眉毛の描くのがもう難しくて難しくて、やばい、あと15分、急げー急げー。まだ髪の毛もちゃんと乾いてないからね。ひょえー、間に合うのか私、頑張るんだ私。OK、 もうこんなもんで良いでしょう。涙袋も描いていくよ。目をこう細めた時に出てくるラインで描く。眉マスカラ、眉マスカラ。この動画見てくれてる方の中にも急いでる方はいてるのかな。もうマジで頑張ろう、もうマジで間に合うように頑張ろう。今日はね、アイシャドウを塗ったらアイラインも引かないし、マスカラも塗りません。もういいや、もうマジでメイク研究しろっちゅう話ですよ。必要最低限のことぐらいしかできひんのよね、メイク系は。コンシーラーで完璧に隠れてないニキビ、コンシーラーで完璧に隠す技とかも私は知らんっていうね。ひー、あとリップを塗る、クロスを塗る。 OK です、完成いたしました。そしたら髪の毛もうちょっと乾かすわ。やばーい、あと10分しかない。頑張れ私、頑張れ私、みんなも頑張って早く用意しよう、みんなも頑張って早く用意してね、頑張れみんな、頑張れ私、エールを送るぜ、エールを送るぜ、頑張れみんな。オッケー、ね、この辺散らかしていくけど許して、みんなほんまに帰ってきたらちゃんと用意するから。用意じゃないよ、間違えた、帰ってきたらちゃんとお片付けするから許して。アイロンを温めている間にピアスとかを取りに行こう。で、この間にカバンの中も持ってくものもね、チェックしとこう。オッケーオッケー、ポーチ入ってる、充電器入ってる、オッケーオッケーオッケー。あ、財布財布財布、財布とイヤホンは私欠かせない。ていうかごめん、今まで換気扇の音さ、めっちゃうるさかったよな、申し訳ねえ。我が家の換気扇の音ね、めっちゃでかいのよ。こうってね、めっちゃでかい音で鳴ってるから、もう本当に申し訳ない。換気扇の音うるさかったら。時計をつけます。私ね、金属アレルギーやからね、体調とかによって荒れたりしたりするのよね。だから基本的にね、樹脂ピアスか、あのなんかステンレスっぽいやつしかつけれないのよ。銀色の金のピアスはね、いけるやつとダメなやつがあるのよね。金属アレルギーの悩みです。髪の毛ボサボサすぎ、ワロタンワロタンタンタン。ちょ、マジでさ、あの、急ぎ出したらテンション高くなるの何？追い詰められていたらテンション高くなるの何？で、今何時？やべえ、あと5分しかねえ。5分で頑張るぞ。もうね、5分、残り5分やったらね、もうあのヘアアレンジをやるしかない。もうタイムリー、タイムリーではないな。最近、最近私がご紹介いたしました。ちょ、前髪うまいこと決まらへん。もうこの前髪さえも隠す、もう帽子、最終的に帽子かぶるから。 OK、 私がめっちゃよくやるヘアアレンジを今日もやる。もうマジでみんなも大丈夫？急いでる？今急げ急げ急げ。はい、ここビタミンします。
急げ終わったし、みんなも急いで頑張ってね。レッツゴーレッツゴー赤組、レッツゴーレッツゴー白組で、これをお団子にします。お団子にします。したいのにできない。お団子にしました。触覚を内巻きにしていきます。触覚を内巻きにしていきます。まだヘアオイルつけてない段階やねんけど、めっちゃ広がってない髪の毛。もう本当にこの広がり具合が悩みなのよね。で、この広がりを抑えるために、このね、ゆず湯のヘアオイルを出しまして、おくれ毛にね、めちゃめちゃたっぷりつける。ほんまにこれでね、持ちが良くなったから。私オッケー、もうマジでこの辺をね、帰ってきたらね、綺麗にするか許してください。この辺もごめん、散らかしていく。オッケー、今の味わー、ちょうどいいぐらいやん。あーもういいわ。やば、29分やんって言いながらね、この最後まで撮影はちゃんとしたいから、三脚を今伸ばしている。キャブかぶった。はい、こんな感じ。オリーブでオリーブさんのリュック、かわいいよねこれ。ほんまにこうやって急いで出て行った日って、ほんま忘れ物しそうで怖いよね。オッケー。はい、11時半です。間に合った、なんとか間に合った。オッケー。はい、靴履いて今日はスニーカーで行きます。これからお仕事の社会人さんも、これから学校の学生さんも、これから遊びに行く今日お休みの方も、今日も一日充実した一日にしましょう。バイバイ、行ってきます。行ってきまーす。言いながらカメラ止めに戻ってくるやつ。バイバーイ。